丸い箱を折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。袋を開いて折りたたみます。反対側も折ります。折り目に合わせて折ります。戻して袋を開いて折り目で折りたたみます。反対側も同じように折ります。裏返して同じように折ります。角と角で内側に折ります。同じように折ります。一度戻します。角をこちらの色の境目に合わせて折ります。同じように折っていきます。角をこちらの角に合わせて折ります。戻して反対側にも折ります。一度すべて開きます。こちらの三角の部分に糊をつけて、
ちらの四角の部分にこのようになるように折りたたみます。こんな感じです。のりをつけた部分を内側に畳んでくっつけます。同じように繰り返します。こちらで完成です。